味噌ラーメンと餃子お待ち。はい、今行きます。ご注文は？はい、醤油ラーメン2つっすね。少々お待ちください。大将、醤油ラーメン2丁って。どうした？ともえ、マスキー、今注文したお客さん子供連れだから、提供の時に小さいお椀頼む。お、サンキュー。ともえってそういうとこよく気づくよな。周りが見えてるっつうか。あ、ともえ、腕のとこちょっと汚れてる。ほんとか。ああ、麺の粉だ。こういう細かいとこマスキの方がよく気づくよな。そうかもな。はい。今日も大盛況だったな。ああ、そりゃ大将のラーメンだからな。この日？ずいぶん先ですね。空いてるとは思いますけど。私も今のところ空いてるから予定は入れられるな。バイトも入れるぜ。ラーメンフェス？大将、まさかそれってあの？ことなら私たちに任せてください。私も全力で手伝うぜ。大将の新作？こりゃさらに楽しみになってきたぜ。ああ、私もだ。おっと、電話か。ん？マスキから？マスキ？なんか用か？トモエ、学校が終わったらすぐにラーメン銀河に来てくれ。え？お疲れ様です。大将、マスキからの連絡、本当ですか？腰を痛めたって。大将、大将の夢、私たちが叶えます。え？私たちで新作ラーメンを作って、ラーメン銀河としてラーメンフェスに出店します。トモエ、お前本気で言ってるのか？もちろん本気だよ。ラーメン銀河の看板背負うってことがどういうことか分かってるのかよ。ああ、分かってる。大将、もちろんやってやりますな、マスキー。大将が審査するなら相当厳しいだろうな。でも私だって大将の夢を叶えたいんだ。それができるのが私たちしかいないならやってやろうぜ、トモエ。おう、私たちなら最強で究極のラーメンが作れるはずだ。